こんにちよそやマスターです、えー、今週はですね第67回阪神ジュベナイルフィリーズについてお話をしたいと思います、えー、阪神ジュベナイルフィリーズですが、えーまあ、比較も難しいですね初対戦の馬が多くて、えー、18頭だということでかなり混戦が予想されるのかなというふうに思っております、えー、それではですね過去のレースを順番に振り返っていきますが、えー、1つ目がですね函館2歳ステークス、えー、このメンバーからはですね勝ったブランボヌール、えー、2着のメジャータイフーンの辺りが出走してくるということで で,す、ね、でこのレースなんですが勝、えー、ったですね えー、ブランボヌールですね、えー、9番ですねここにいて、えー、中段よりやや後方の外目を追走して押し切るといった内容ですねで対してメジャー台風はですね、えー、その後ろの爆弾の切れた内側でちょっと足をためて直線だけ外に持ち出しての2着ですねでこの内容を比較するとですね、まあ、着差も着差なんですがやはりですねブランボヌールはですねちょっとメジャー台風とはちょっと力が違ったなといった感じがしますなので、えー、函館2サイステークスは力の違いでねじスタた勝利というふうに思っております で次ですね、えー、サフラン賞ですね、えー、このメンバーからクードラパンですね勝ったクードラパンが出走してくるということになっていますでこのレースなんですが、まあ、見ていただくとわかるんですが、えー、2着のクナウが2番手追走、えー、3着のスミレが逃げた馬とまあそういう逃げたスミレが11番人気ですねでつまり何が言いたいかというと、えー、これですね展開をお見せすると、えー、2着 3着で勝ったクードラパンが1着とつまりスローの一着きりのインの3番手という絶好意を走っての勝利ということですねなので前回はやはり展開に恵まれたというふうに見るのが正しいのかなと思いますなので今回ですねメンバーが強くなって構想するためにはやはりですね、えー、相当展開に恵まれる必要があるというふうに思っております で次ですね、えー、アルテミスですね、えー、アルテミスステークス組はですね結構出走してきますね、えー、電光アンジュ、メジャーエンブレム、えー、クロコスミア、4着まで、ねペえー、ペプチッドサプル、えー、ウィン・ファミラスあたりが出走してくると、でちょっとですね3着以下はちぎれてるんですが、えー、レースの内容としては、ですねまずですね、えー、スタートで、好意、まああのー、につけていたんですが、折り合いを書いてしまって、メジャーエンブレムは先頭に押し出されてしまったと。それで2着 で勝って。で ですね、電光暗示は、まあ、スローな展開を差し切ったと見れば強いですね、これ1着ですね。で、まあ、あのこの2頭の比較なんですが、やはりスローで差し切ったと見れば電光暗示が強いと、ただメジャーエンブレムが、まあ、スローの逃げと見れば弱いんですが、ただやはり折り合いを書いて、えー、それでもですね2着に粘ったことは評価に値するのかなというふうに思っております。なので、やはり展開次第ではどちらが先着しても今回はおかしくないといったところですね。であと、えー、3着の、えー黒 コスミアが10番ですね、まああのー、中段の外めを追走してこのレースだけ見るとですねやはり電光アンチの方が若干上なんですが、まあ、この馬ですね、えー、その前もですね札幌に大セ、えークスボバ相手に3着とかですね、えー、前走も1着なように、えー、常に崩れなく走るのでそういう意味では競馬が上手な馬なので、えー、これも多少注意が必要なのかなと思います。でスタートで出遅れた、えー ペプチトサプルがですね4番ですね、えー、後方にいてうまくまあそうですねこれで4着をどう見るかですねただまあキャリアが浅いので、えー、うまくですねスタート出れればそんなに差がないのかなとは思いますであと、えー、5着ですね、えー、5着のインファビラスですね、えー、8番がここにいますねなのでこれで5着なので、えー、っとこの内容を見るとですねやはり、えー、この上位2とあと123着を上位に見た方がいいのかなというふうに思っております で次ですね、えー、ファンタジーステークスですね、えー、このメンバーからは、勝ったキャンディ・バローズ、えー、2着メジェルダ、3着ブランボヌール、あたりが出走してくるということになっています、で勝ったメジェルダが、えー、楽に逃げて、を打ってる。これかなりスローペースですね。えー 600m 通過がですね47秒7ですねでそれで逃げて2着とで3着1着。 弱とでこれ、どう見るかなんですがやはりです、ね、このキャンディバローズもです、ね、スローの外付き3番手でうまく流れに乗れて押し切ったと見るとこの上位3とどれもちょっとあんまり強くないなといった感じがしています、前回だけ見るとです、ね、でブランボヌールがです、ね、やはり休み明けでまた、あ、き2勝目で良くなるにしても前回は,ちょっとや,はやはり休みあのいただけない内容かなといった感じがするので私はです、ね、このファンタジー組はあんまり高い評価を与える必要はないのかなと思っています。 で次ですね、えー、そうですね 500万特別ですね。で、これ、アップ・ザ・シーサイドが落勝したレースなんですが、えー、勝ったですね、アップ・ザ・シーサイド、えー、あんまり点が速くはないんですが、中段よりは後方の内面にいると、でそれで差し切っての1着なので、前回はですね、やはり弱いメンバーに恵まれたという見方がいいのかなと思います。ただですね、やはり、えー、今回はもうちょっとペースが速くなったときに、えー、この1戦挙相手で通用するかというのちょっとやってみなきゃわからないのかなと思っています。 えー、それではですね、展開を見せしながら一投一投解説をしますが、えー、やはりですね、メジェルダが楽に逃げを打ちそうと、でやはり、えー、初の1600メートルの馬が意外と多いので、そんなにせることはないのかなと思っています。でペー,ペースはですね、平均からやや遅めぐらいから瞬発力勝負というふうに思っています。ちょっと内から見ていきますが、一番のアドマイヤリード、もともとですね、ファンタジーで8着に敗れてしまったんですが、えー、これシルバーステートというですね、ボバでもクラシックを、ね 狙えると言われている馬を差し切ったデビュー戦があるので、え前回と同じように一枠一番なので、うちで足をためればそこそこ走るのかなと思っています。二番メジャーエンブレム、えー、これ二一枠二番いいですね。外に外から生かして好意、えー、の院で折り合いをつけられそうというとこですね。三、えー、番マシェリガール、まあ絶好位に入りそうなんですが、ちょっと力が通用しないかなといった感じがしています。で、クードラパン、えー、先ほど話したように、えー、これもですね一枠なので好意の院に潜り込めば通用はするんですが。 前回はやはり、えー 一旦、まあ、っっきりの流れの行為の3番手ということなのでまあちょっと抑え程度かなと思いますで5番の、えー、ペルソナリテそうですねこれあのもともとですね新潟2サイステイクス4着なので、えー、ウィン・ファビラスとの比較では差がないとウィン・ファビラスがアルテミス5着なのでそういう比較ではまあ通用してもおかしくないのかなといった感じがしています、えー、で6番名勝水月やはり位置取りがかなり後ろになりそうなので ペース的にちょっとやはり差しが届かないかなといった感じがしています。えー、クロコスミア。えー、前回一枠一番で展開に恵まれての勝利なので、前回だけ見ると過信は禁物なんですが、やはり2層前、3層前の内容を見ると、まあ、例えばこのメジャーエンブレムとかですね、デンコアンジュとはそんなに差がないのかなと。で、その前札幌サイステイクスで、ボバー行ての3着も内容が悪くないのかなと思います。で、メジャー台ン、まあ、これが来んならブランボヌールということで買わなくていいでしょう。で、アットザシーサイド。えー、これちょっと ちょっとやってみなければわからないですね、2戦2勝でかなり強い内容なんですが、急激なメンバー強化といったところですね、ただまあ,あ、楽勝してもおかしくない素質は秘めてるのかなと思います。で、ペプチドサプルはですね、まあ、アルテミス組の4着なので、まあ、多少ですね、ちょっと通用してもいいかなという感じですね。で、ブランボヌールと、先ほど話したこのファンタジーのですね、 えー、キャンディバローズメジェルダの3頭はですね、まあ、あんまり強くないと思うので抑えです特に、まあ、メジェルダは今回逃げても戦力なので止まるでしょうで、えーとまあ、ブランボヌールはですね叩きにそうめでどこまでよくなるかってこというとこですねで12番も前回は強くないメジェルダをちょっとかわしただけですのでねこれは厳しいでしょうウィンファビラス、えー、一応新潟にサイステークス2着馬なので、まあ、前回もアルテミス5着なので悪くはないんですが、まあ、先週の場合を見ると外枠ちょっと不利なのでね、あのー、それが外もさせる とか馬場になれば多少は注意が必要なのかなと思いますが基本的にいや今の馬場では苦しいでしょう、えー、14も厳しいとでキャンディバローズ、まあ、あの前回です、ね、外からかわした内容はどう見るかですがやはりスローの3番手で流れに乗ったと見れば今回は人気ならば抑えなのかなと思いますで16番は厳しいと電光アンジュ、えー、差しは非常に前回強かったので外差しが届く馬場になればこの馬がまとめて差し切る展開もありえると思いますただ、まあ、あの先週の阪神がです、ね、外のが外差しが 全く届かないババだったのでそれがですね変わるかどうかっていうところがポイントかなとでメジェルドはまあ逃げても止まるかなといった感じがしております、えー、一応こういう形で18度分析しておりますあとですね、えー、今週の雨が降ったので阪神のババがどのように変化するか、えー、そこらへんを踏まえて最終的に予想をしたいというふうに思っております、えー、無料会員の方はここで阪神ジュベナイルフィリーズの解説を終わらせていただきますまた来週楽しみにしていてください、えー